取引先との接待ゴルフの予約を俺忘れてるやんけ。やっぱ取れるんかな。部長、なんじゃお前、今忙しいね。すいません、もしよかったらなんですけど、ああ僕ゴルフ協会の会長と知り合いなんですけど、もしよかったら近場のゴルフ場予約しておきましょうか。ほんまか。はい、頼んでもええか。はい、ほら頼むわ。またいつでも言ってください。うん、はい、失礼します。ありがとうな。はい。ああ、そして来月は社員旅行で箱根でも行かなあかんねやな。物価も上がっとるし、これ予算足りるんかな。部長、あ、僕箱根に別荘があるんですけど、え、うちの支店の人数ぐらいやったら余裕で入るぐらいの大きさがあるんですけど、もしよかったら使われますか。ほんま言うてるお前それ。はい、使ってもええんか。はい、あ、ほな使わせてくれ。承知しました。お、またいつでも言ってください。お、頼むわな。はい、失礼します。ありがとう。そして来月は片岡との記念日か。どこデート連れてったのかな。おいお前ら、おすすめのデートコースとか知らんか。部長、あ、奥様と行かれるんですか。おう、そりゃそうやで。そうですね、どういうのがいいんですかね。まあそりゃロマンチックなやつやな。あ、それやったら僕ヘリコプター乗ってるんで、え、ヘリコプターで夜景一望とかどうですか。わー、もうお前と二人で乗る。ぜひ。